ゼネラルエアクラフトハミルカーマーケットガーデン作戦中にアーネムに着陸したハミルカーゼネラルエアクラフトハミルカーまたはハミルカーマーク I は第二次世界大戦中の英国の軍用グライダーである。本機はテトラークやローカストのような空艇戦車や二両のユニバーサルキャリアなど7トンの貨物を運ぶことができた。名称の由来は 古代カルタ語の名称ハンニバルバルカの父で、やはり名称であったハミルカルバールカから、英国の空挺部隊は、フランス侵攻作戦中に、ドイツ国防軍が投入した空挺部隊に呼応して、総理大臣のウィンストン・チャーチルの命令で1940年6月に編成された。空挺部隊で使用される装備が検討されている時に、軍事省で役人により、空挺部隊に、 グライダー兵員や1941年の時点で、火砲と幾種類かの戦車を含む重装備を運搬できる軍用グライダーを組み入れることが決定された。GAL49 は戦車や車両の運搬もできる大型グライダーとして航空省の X27-40 仕様で設計された。最初の試作機は1942年3月27日に初飛行し、 ハミルカー愛の名称で410機製造された。ハミルカーは、木骨ハフ張りの動力を除いては、全木製であり、製造は、ゼネラルエアクラフト社の監督のもとで、木工作業に熟練した、様々な企業で行われた。ハミルカーの主翼は、回転して開口する機種を通して行う車両の、積載を妨げないように主翼の中央部が、広翼配置になっており、 同様の理由で2名の乗員ははしごを使用して胴体の上のコックピットに登場した。オリン式の降着装置には空気圧式ショックアブソーバーが装着され、空気圧を抜くと貨物の積み下ろしのために機種を下げることができた。ハミルカーは第二次世界大戦中の連合国軍に使用された輸送グライダーの中で最も大きく重いもので、 7000kg の貨物か2両のテトラーク系戦車か2両のユニバーサルキャリアを運ぶことができた。本機は戦車を戦場に運べる英国で最初のグライダーでもあった。約410機が製造され、ノルマンディ上陸作戦で成功裏に使用された。ハミルカーを栄光できる英国の唯一の航空機は4 8機のハンドレページハリファックスであり、ハリファックスは グライダー栄光機として広く使用された。マーク X ハミルカーは1944年に X4-44 仕様で設計されたマーク I の動力付きの実験機である。この機種は2機の 965HP、ブリストルマーキュリー製型エンジンとそれの制御系統、軽機と燃料タンクを除けば、基本的にハミルカーマーク I と同じであった。 100機が発注され、1945年2月に行われたテスト飛行で試作機が実用的であると判断された後でハミルカーマーク I から換装されることになっていた。フル過重時には栄光機が必要ではあったが、自力で帰還できた。 太平洋戦争に投入しようとしていたところ、わずか22機が完成した時点で、日本の脅威がなくなったため契約はキャンセルされ、実戦には参加しなかった。特徴ある、胴体形状のハミルカー TK-777 が、英国、ハンプシャーの陸軍航空博物館に展示されている。状態の悪い TK-718 の胴体の一部が、テトラーク戦車と共に、 ボービントン戦車博物館に展示されている。ハミルカーから自走して降りる、ローカスト拠定戦車後へ、P-21 フリント、P-15 ハットマンディー、P-109 ジェーンズ1945。ありがとうございます。